はいどうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょうというわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。ピースイッチとトゲメットアソートパック、鍵はトゲメットが持っています。ピースイッチを踏み台にして扉に入ってね、やってまいりましょう。鍵はトゲメットが持ってるから、ピースイッチを踏み台にしてドアに入ってね。オッケーオッケー。この制作者さんのコースは過去も何作かやらせていただいてて、なんかいつもね、このトゲゾーとピースイッチを、ちょっと待ってよ。使ったアイデアコースをよく作ってる方で、はい！いつもツイッターの方からコースアイデアを送っていただいてて、今回はなんかその総集編的な感じってことかな。アソートパックって書いてあるもんね。アソートパックってあれだよね。お菓子でいうところのなんかいろんなお菓子、いろんなメーカーのいろんなお菓子が入ってるやつだもんね。じゃあちょっと詰め合わせしり、ちょっとピースイッチを踏んだら積んじゃうから、ちょっと待ってよ。あ、でもそうか、ピースイッチは踏んでも戻れば、まあ復活するか。トゲメットさえ倒しといて、中間だ、やった。だからこれとかは、クリア方法はなんとなく分かってるっていうか、前やったやつと多分同じやり方でできると思うんだよ。だから多分これこっから、こう飛び越してで、こう、違う、ちょっと待ってよ。あ、違う、ちょっと落ちてきちゃダメ、落ちてきちゃダメなんだって。オッケーオッケーで、ちょっと待ってよ。はい。これでここにこう乗っけるわけですよ。で、そいつの、そう、トゲベッドはね、お腹の方からだけなら、踏めるわけでございますよ。そう、こういうこと、こういうこと。こういう感じのパズル的なやりとりを何個もやっていけばクリアできるという、そういうことだと思います。これめっちゃ距離離れてるな。これどうすんだろう。これどうすんだ？あれ、これさっきの戦法使えないね、多分。あれ、これさっきの部屋と同じ戦法多分使えないよね。だって多分こっから、違う。まあいいや、ちょっとこれ、P 投げてもさ、ここまで振られないから、この右に。あれ、ここどうすんだじゃあ。ここは初めてのギミックが必要な気するな。こっちからこう来てさ、あれ意味ないな。そのクレーンに捕まったらなんかならん？いや、なんもならんな。そんなにね、トゲメットの下とかまで行くほどは落ちないもんな、ピースイッチ。ここな、なんだ、どうすんだ？はい！いや、絶対無理だ。それでブランブランやって、ピースイッチの上にトゲメット乗せるのはちょっと無理そうだね。あれ？じゃあ、ここの突破方法がわかんないな。なんだ、わかんない。全然わかんないな。こいつどうやって倒せんの？こいつどうやって倒せる？あれ？てか、今さ、今ん時踏めたんじゃない？ここにお腹来た時、ここ踏めたんじゃね？あれ、正規ルートじゃない気がするな、それ。だから正規ルートじゃない気もするけど、いけそうな気するよね。ここ、これ多分正規の倒し方じゃない気がするけど、いや、でも他思い浮かばんのよな。合ってんのかな？ワンチャン合ってる可能性もあるか。まあ、もし他のなんか正規ルートっぽい生き方わかる方いたら教えてください。というわけで、コースアイデアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでもお待ちしております。というか、本日もマリオメーカー2やってみましょう。実況者なら一発クリアいけるやろ。クリアず 0.4% か。これは難しいぞ。やってまいりましょう。ファイヤーマリオのままでゴールがゴール条件か。一発クリアと言われましてもね、0.4% は一発クリアいけないよ。ファイヤーを取って、こっち行って、ここ通り抜けれるか？ベストタイム7秒か。まあでもそれ以外行く道ないもんな。ってなったらファイヤーを取ります。しゃがみジャンプクルーンを完璧に。ちょっと待ってよ。こんな感じ？全然滑れなかったね。これでも、いや全然届かんね。これ逆にさ、ジャンプしなかったら？あ、ジャンプしなかったら全然か。どうだ？全然届かないな。これさ、しゃがみでくるんって出せるっけ、これ。いや、こんだけの幅でな、くるん出すめっちゃむずいよ。てか出ない気がするな。出ないな。今めっちゃ R ボタン連打してるけど出ないもん。あれ、じゃくるん出せないんだ、こんだけの幅だったら。だったら滑ってそこまでいけるってことだよね。いけるか？これ逆にさ、こう上からこう滑っていくのどうかな。上からさ、こうこれでこう入りながらみたいな。どうだろう。それでさ、アイスブロックに乗ったら滑る勢いが加速してすごいいけるみたいな、そういうことだったりせん？違うかな。おっと、いや、いけないぞ、やっぱり。これ本当に届くんかな。あ、今のなんか最長来た感じせんかった？
遠くからしゃがみジャンプクルーンをしてクルンって入りつつ着地した瞬間にジャンプする、これさっき多分ね最長来たと思うんだよ。あれじゃないか。ほっ、うわこれでいけるんだ、すごっ。クルンって入りながら一回ピョンって飛ぶことでこれで最長出せるんだ。うわやった、いけた。 YouTuber の方々へ中級者向けスピードラン、ほーどういうコースなんでしょうか。やってまいりましょう。なんかこういう YouTuber の方々へみたいなコースってさ、結構制作者さんのこの力作のパターン結構多いから、そう制作者さんの力作だからこそやっぱりこうやってもらいたいですみたいなこと多いから、そういう意味でちょっと興味がそそられるよね、こういうタイトルのコースってっていう。ちょっと待って、これめっちゃむずい。ちょっと待ってよ、なんかさっき奇跡的にうまいことそっち行けたけど、これその上に行くだけでめちゃめちゃ難しいよ。ちょっと待ってよ、なんだこれ、めちゃめちゃ難しくないこのコース。ちょっと待ってよ。はい、むつ。オッケー、いやこれで3段ジャンプしてそこ行けってことだもんね。オッケーオッケー、でワンツーさ、ここで3段ジャンプ出すめっちゃきついな。幅がねなさすぎるんだよ。なんか怪しいとこ来たな。なんか怪しいとこに来たけど。ちょっと待って。いや、なんかね、いや、ごめん。なんか鼻から疑うつもりはないんだけど、なんかな、ドア玉の3段ジャンプがなんかやたら難しすぎたんだよね。ちょっと待ってよ。オッケーオッケー、さあ、これで鍵ドアに入りまして、いけちゃいそうな感じがすごいする。はい、ここなんだ、ここなんだ。あーこれだ、分かった、こういうことだ。はい、オッケーオッケー。で何ですか、3段ジャンプですか。ワンツー、歩幅がきついな。うーわむつ。オッケーオッケー、やっといけたわ。ここのあの判定が、え？これ入っちゃダメ？帰れる、帰れる。帰れる、まだこれは帰れる。オッケーオッケー。こっちもダメってことじゃ。ここは入れるんかい。入れた。え、でもさ、この両方ともがダメなんだとしたら、これ、しゃがめるじゃ。でも入っちゃうよね。手前入れるんじゃない？逆に。じゃあここよ、ここ入れないか。 OK、 やった、いけた。でこの土管がどこに繋がってんの？もう一個鍵がいるってことだね。うーわ、なんかゴールまで来たのにって感じだね。マジか。え、いけない？ワンチャンここない？鍵ここ、あったー。まあじゃあこれで一応ゴールはいけますっていうことか。 OKOK。なんかな、土管がいっぱいあるのもちょっと気にはなるんだよな。で、肝心なのはクリアチェックタイムよ、クリアチェックタイム。クリアチェックタイムはどうなってんのかね、これね。クリアチェック、26秒だ。